はいいよろししくお願いします、えー、今回は「高校受験対策の国語シリーズ」第2弾やっていきましょう、えー、ついに古文ですねほんと情報新聞さんありがとうございます問題提供してもらったんでねで今回古文やっていきますんでまず1回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったりね不安なところがあれば一応本文の意味を確認しながら問題も解いていきますのでそっちもね是非聞いてもらえたらと思いますいいかな では早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃ画面下げますのでお待ちくださいよというか今回ルーズリーフにさ書いた問題すいません縦長に書いてしまったんでねすごいバランスおかしいでしょあの次回からちょっと気をつけるんで今回はお許しくださいよしじゃあ行きましょうでですねあの本文全部書くとそれだけで埋まってしまうのでちょっとピックアップしてますだから その書いてないところはちょっと編集で指したりする感じになるんですけどそんな感じでちょっとあの初めての受験対策の古文なんでどうやったらみんなが見やすいかと手探りなんだけどまあよかったらちょっとコメント欄に意見とかも書いてくれると嬉しいです。であと、まあ、今回今から意味をやっていくんですけどもともとですね、まあ、俺自分はド理系もめちゃくちゃ理系で国語が苦手なんですよ。でで中学の時も国語苦手だったんですけど その、その苦手な中でも古文をこうやってやってきたっていうのがあって、で、今から説明するやり方って、もうめちゃくちゃね、すごいこう具体的な文法があったかっていうのはあまりないです。てかほとんどないです。自分は問題が解けるっていうことが大事で、中学、じゃあ中学生ね、高校受験、公立の高校受験の古文だったら、このぐらいのこういうことが知ってれば大丈夫だよっていうところをまあ抑えつつやるので、 もしかしたらねちょっともろ足りないなっていう思う方もいるかもしれないんですがまあまあその辺も意見ね書いてみてくださいちょっとごめん4番切れてんな下げようかよいしょよしじゃあまず1行目は書いてあります、えー、人ととととして善に誇らずものと争わざるを得とすとでですね自分が古文やるとき、まあ、これね英語の長文も同じなんですけどしっかり訳さないっていうあっねまあね、まあ、しっかり訳さんと問題の意味捉え間違って問題間違うっていうケースももちろんあるんだけど その一個一個確認してっていうよりも漢字の意味とかそのニュアンスを拾って意味を確認していきます。だからまあ人としてでしょ。で善ってこの時の善が何を表してるかピンとこなくても善っていいことじゃん。善と悪の善なんだからいいことでしょ。で、誇らず。絶対押さえなきゃいけないからこいつね。これは絶対に押さえる。ず。これは否定のずって言ってないです。 いいだから人として「ぜ」まあいいこととかにしようかいいことにほこいいことを誇らないまあ自慢しないなんだけど本当はねいいことをその自慢しないとでもう一個物と争わざるこのざるも覚えてください同じです見ざる言わざる聞かざるあれ順番違うかなあのざると一緒見ない言わない聞かないだねあれはねこれは争わないんですを 徳とするよってで徳はまあ、ここは美徳のまあ、徳を使っててつまりまあ、美しいことだよねだからざっくり訳すとね人としてまあいいことを誇らないで物と争わないのは美徳美しいですよいいことですよみたいなことを言ってますでこれも自分の印象なんですけど高校生の古文になるともちろん結構いろんな内容があるし ね、難しいの出てくるんですが高校入試の古文だと全部じゃないよ全部ではないんだけどこういったもうあたかも道徳の教科書書に載っってててるるようなことが書いてあることとがいああ結構ありますだってこれもさ人としてつまり自慢すんなよってなんかいいことがあってわかんない自分のそのすごいところとかを自慢するなってものと争わないことがいいことだろってそうだよねって感じしないそういうのが出てくるだからそれはもう全体に思っおくといいかもしれない 高校入試の範囲だったらすげえ難しい私立とかじゃなければね。で、一個ここでちょっとポイントというか、自分がね、特に当たってちょっと気をつけたのが、この物の訳し方。こいつです。物と争うってう戦うってイメージじゃんか。で、物ってさ、例えばわかんない。車とかさ、筆箱とか机とかわかんないけど、それと戦うってちょっとなんか意味わかんなくないだから、物って人物の方で自分訳しました。人物の物だから。 まあ、つまり、他の人っていう感じね。他の人と争わないのがいいことですよっていう。こっから始まります。この文章は。で、2行目ちょっと書くあのを出しますね。えー、一応読みましょうか。えー、他にま、あ、ごめんなさい。単だね。単に勝ることあるは、おほきなる、しつなり。まあこれ、大きなるだね。読み方としては。おおきなる、しつなりと。で、しつは、えー、意味、えっ、ー、と、役を振ってくれてます。損失ですね。 で、ここ入試の古文とかはかなり役を振ってくれることが多いですあの。注意書きでね、左にこうやって書いてあるじゃん。俺のは赤丸にしてありますけど。あれ、もうふんだんに使ってね、絶対確認すんだよ。意味取ら捉えるときに役立つからね。で、これも他には他の人ね、他の人に勝る。まあ、勝つって漢字が使ってるから、他の人に勝つことは、か勝つことがあるのは、えー、大きなる。つまり大きな損失だよね、と。 他の人より優れてるいいなんか勝ってるところがあるっていうのは損失良くないことだよねと言ってます。まあちょっとここハテナ出るかもね。どういうことだろうみたいな。ただこれ後ろがね、ちゃんとあのフラグを回収してくれてて、次が、ちょっと長いよ。品の高きにても、再芸の優れたるにても、先祖の誉れにても、人に勝れりと思える。まあ思えるね。人は、まあここで止めようか。いいこれは、まあ品の高きは、品がね、 えっと、身分、家柄と書いてあります。つまり、家柄、身分が高い、低いとかって、まあね、知ってると思います。身分が高いね。高かったとしても、相当して、身分が高い人。次、才芸。まあこれ、才能みたいなもんよ。才能の才と芸術の芸ついてるからね。才能が優れたる。つまり、優れてる。としても、だから、身分が高かったり、なんかね、才能があったり。あと、先祖の誉れ。先祖は昔の人よ。じいちゃんばあちゃんとか、その上とかね、先祖。 のまあいいことじゃん全部身分が高いもん才能があるもん先祖がすげえ人だとね全部すごかったとしても人に勝れると思える人人人、ね、他人の人より勝ってると思える人思っちゃってる人いいね思っちゃってる人っていうのは次たとひねたとひここ書いてあるか一番に関係するから書いておくねたとひ。 おっとでこれ現代仮名遣いが答えになるんで書くんですけど意味は意味は例えねちょっと意味書いとくわこれあの答え関係ないけど意味は例えよ例え言葉に入れて言わねどもこれも書いてもよかったな言わねどもこれ言わねちょっと書くわどんどん晩酌来た くくなっていくんだよね分か,っ分かってたこうなると思ってたけど言わねどうも何で書いたかっていうとこの「ね」を押さえてほしいこれも同じですないまあさまあちょっとこぎつけかもしれんけど言わねえよって言うじゃん今普通に言わねえよってそ言わないよってことでしょ、まあ、その言わねだと思ってほんとはあの語源違うだろうけどイメージとしては持ちやすいはずだからえっ、ー、とー 例えね、言葉に入れて、言葉に出て、言わね、言わないとしてもってこと。言わねえども。言わないとしても、内心に、ここです。内心、内心、内心、うちの心、心の中ね。心の中に、底爆のとがあり、つつしみて、これをわし、ごめん、わせ、噛んでる。わするべしだね。いいかな。で、底爆のとが書いてあったね、えっと、多くの罪があると。 だから、その、自分がすげえ優れてると、身分が高いとかいろいろあったじゃん。それが、人に、まあ、口に出しては言わないと、そのことをね。言わなかったとしても、それを心の中で思っちゃってる。勝ってるよな、俺、俺って優れてるよなー、すげえよな、って。思っちゃってる時点で、もう罪だと。よくねえ、それはってこと言ってんです。いい慎みて、まあ、慎んでって言うからね。慎みて、これを忘、忘また噛んでる。忘るべしだね。忘る。 で2番いく前に1番ね書き忘れました答え書いておきましょう「たとひ」これを、えー、現代仮名使い直しすべてらがなで書きなさいこれは1箇所だけえー、と直ってこうですこれが答ええー、これあれだねここを多分黒にしておいた方が早送りした方は分かりやすいかな「たとひ」とこれは答えね「たとひ」ですいいかな でえっと、現代仮名遣いっていうのは、まあ、一番ね一番よく出てくるのがちょっとこれ切ろうかこれ多分答えは上で済むよね。済むので現代仮名遣い、まあ、今回のこの「日」がまず一番有名で、えー、ですねこれはもう絶対に押さえる。 もちろん、古文に関しては、古文単語とか、まあその図のね、否定、ないとかさ、そういうのを覚えた方がいいよ。いいんだけど、現代金づけは必須。これは絶対にサボっちゃいかん。取れるから、これは。で、はひふへほが、わいうえおに直ります。わいうえお。だから、ひがたとひがいになってるのね。たといになる。いいこういうふうに直していく。まあ、他にもね、あったけど。 今回はこが問題がここなんで今これ使ってるんだけどいいかなあとは何がいいかな何個かあるけど地図あーでもあれかえーっとねるに似てるこのやつこれとか、えー、るの下にその「ん」がくっついてるみたいなやつとかあとこの「お」これも直しましょうこの「る」に似てるのは「い」ですこの「ルと「ん」「ルンってなってるやつが「エです でこの「お直し」とかねあの趣深いってめちゃくちゃ有名な単語あるんだけどこれ「お菓子これとかも現代かな直すとこれが「お」になるとかね「お菓子みたいな、まあ、あと「地図」とかあと「テフテフ」とかね「テフテフ」ちょ書いておく?「テフテフ」ってこれ現代かなだと「蝶々」なんだよね「蝶々」とか「か まあこれはちょっとマニアックというかまあでもみんなのワーク書いてあると思うけどねひとまずこれは絶対押さえようここいいかなお前地図も言ってたから一応書いとくわ地図他行の地図は作業の地図に直りますこれで他行と作業分,け分からな,な,なっていう時はこれは俺の覚え方なんですけどえっ、ー、と赤棚えっちょちょちょをえ あいうえをかきかけこうしすせそ立ちつてとのがあっちでしょそれを時を新しくなるからこれ戻ってくる感じイメージは俺伝わんねえ気がする俺が勝手に思ってるんだけどなんか新しいものになるからこう時がこう前に来るイメージであ地図が地図になるよなって思ってるけど言わなきゃよかったと後悔してるんで先にいきます <laughs> じゃあ2番いきましょうかで今言ったようにねそのこ口に出さなくても罪があると慎んでこれを忘れろと。 でこれって何かっていうとそのねもし長く書いていいんだったらその前に今説明したやつよ。例えば身分が高くて、ね、才能があって先祖がすごくてと、ね、それを、えー、とそのことを忘れろというわけよ。でただ2文字にしなきゃいけないからどこかっていうとこれ大体この国語ってさそのしこあとコソアド言葉ねこれとかあれが出てきた時に前を探すじゃん文のあっち。 でも古文って別に前じゃないことも普通にあってこれ答えここなんですよね。満身ってて答え書い,ていきますにすにるかまあこれは「慢心」っていう言葉の意味をちょっと知っとかないときついかもしれないんだけど「慢心」っていうのは自分の心の中にで自慢してるようなことです。おこまあねそうなんだろう。そう <laughs> それそれさん分かりやすいかな。俺ってすげえんだよなみたいな。 いいだからここが答えになりますまあ探す時前だけじゃなくてね、まあ、2文字っていうから結構候補は限られると思うんですけどこんな感じでやってくださいでまあ慎んでその慢心ねそういう心を忘れるとよくねえぞってことを言ってますで次また、えー、と戻りますねえっ、ー、とおこにも見えおここれあったねおこはおろかあそれがおろかに見えるとかっこ悪いぞってことを言ってるんです で、人にも、いい桁で、これもある。いい桁では悪く言われる。つまり、人、他人ね。周りの人にも、悪く言われると。言われそうでしょそういうやつって。わかるかな言われるし、災いをも招くは、ただこの慢心なり、ここ。災いをも招くは、この意もそうですね。さっき言った、例えのいなんで、直そうと思ったら、こうね。いで、災い、まあ良くないことよ。災いって言うからね。 をま、良くないことを招くのも、ね、良くないことが起こっちゃうのもただただこの「満身なり」つまり「お前のこういう心のせいだぞ」って言ってる文章としてはねでもさ話があっち行ったりこっち行ったり本当申し訳ないんですけどこの現代仮名遣いの問題って今回もそうだけどさ全部ひらがなで書きなさいがほぼそうなるの出題される時にで今回はもともとが「たとうになってるからああここで無理やり漢字使わんでしょカタナカナ書く子いないでしょ多分大丈夫なんだけど 例えばこの、わざわひになってる時に、それがあってね、かけって言ったら、漢字書いていい、e、書いちゃうと罰なんだよね。すべてひらがなって言ってるから。ちゃんと、わざわいって書かないと、罰になるので、気をつけてください。そんなんでね、受験本番落としちゃダメよ。もったいないからね。いいかなよし、じゃあ続けいきましょう。で、次、一同にも、えー、誠に長寿ぬる人は、えっ、ー、と、一同にも、あ、これ全部あんだね。えー、そこまでが、えっ、ー、と、本当の意味で、 その道の道名人つまりもうすげえ人ってことよ名人。ねそういうその前の部分のさ慢心持ってるダメなやつじゃなくってすげえ人本当にすげえ人は自ら自分からね自ら明らかにその日を知るゆえにえー、あったねこれこれゆえねゆえにつまり自分から明らかにそのままね明らかにその日日っていうのはえー、っとここでいっか。 まあ、良くないこととして使われます。非。その良くないこと、つまりこっちです。この心のこと。その心を知ってると。自分で自覚してると、ちゃんと。ね、自覚してって、故に、志に常に満たらずして、ついに物にほにゃららことをなしと。つまりその、自分の中に満身があることをちゃんと自覚してると。自ら明らかにしてるからね。で、 心し。まあ、この時にね、心しに常にいつもね、いつも見たらず。またそうです。出てきたず。満たされないってこと。常に満足しねえよって。満たさないんだよって。で、ついにものにほにゃららことなしと。なしだからしないってことねこれしないんです。何かをしないの。で、今もわかるように、ここはいい人の話をしてます。名人の話。だから名人はもうね、心しをちゃんと満たされないと。 常に向上心があるんだぞみたいな感じ。で、ついに物にほにゃららことなし。で、まず、えー、これ、まあ、ちょっとね、問題が近いから3、4セットになっちゃうんだけど、ついにの文字中、えー、ごめんなさい、文章中での意味として最も適当なものを次から選び、し、えー、まいに最後まで何度もいつの間にか。まあ、これは4番との答えの組み合わせを考えるとか一番やりやすいんだけど、まあ、答えとしてはいいです。いい。えー、っと、一応、カッコで書いておこうか。これ最後までですね。 まあ他の意味はね、しっくり来ないっていうところがあるんで、まあこれも探しやすいかなと思う。いつねに満たされないで、つい、最後まで物にほにゃららしないんです。で、ここ多分4番引っかかる子がいて、おそらくうを書いた人、当たるを書いた人はいると思う。物に当たることをしないってしっくり来るじゃんな。な、思うでしょでもこれ答えうじゃないんですよ。これ答えね、あなの。誇るなんですね。誇る。 で、これが、えっと、最初のね、あれが聞いてくるんですけど、物の訳し方。これを、例えばその、車とか机とかって物にしちゃうと、物に当たるって言うじゃん、普通に。くさーみたいな感じ。でも、今これ、物、人物だったんだよね。だから、僕も人物、他の人って訳すべきなわけよ。だから、志をね、常に満たすことをなく、そして、最後まで、他の人に当たるんじゃないの。 誇ること、他の人に自慢することをしないよって自慢の話をしてるからずっと「慢心を持つな慢心を持つな」満身を持つなってこの話をしてるからここに関してはまあ誇るってね最初も誇らずから始まってるから誇るの方が適当だとっがってるっていう風にやってみてください。よろししいでしょうか えー、非常に皆さんがどう皆さんにこの授業がどう映ったか、えー、心配ではあるんですが、まあ、よかったらね是非 <laughs> 感想をコメント欄に書いてくださいで正直その細かい文法とかやってないですねこの辺しかピックアップしてないんですけれども、まあ、自分は多分、まあ、これから古文何本できるか分かんないんですけど、まあ、多分次回もこんな感じになるかと思いますとにかく、えー、と国語苦手古文が苦手ってイメージを持ってる方は、えー、と無理にしっかり訳そうとしない 英語の長文と同じです。意訳ってやつ。自分が訳しやすい方向にしっかり訳していく。雰囲気を捉えるっていうのが、個人的にはすごく大事。まあ、捉え、間違ったらその時も今練習なんだから。これもしみんなこのもん動画やってくれて、全然違ったっていいんだって。練習なんだから、今これは。みんなが勝負するのは本番よ。受験本番。その時に、その、今までね、その読んで捉えたそのなんだ、雰囲気。 こんな話だよねっていうのがだん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 動画とか勉強していく中で微調整して合っていけばいいんでしょそのね今途中だからみんな今成長の途中にいるわけだからそんな気にすんなこれに関してはねまあそんな感じで次回ねまたどっかのタイミングで古文やっていこうと思いますのでそちらの方もぜひ、ね、見てみてくださいということで今回は受験対策の国語第2弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました